ヘロヘロさん、中国の男子の 100m の走兵点すごいですね。海外のインタビューを見て素人目ですが、技術だけでなく頭の良さや人格も優れていると感じました。蘇さんはどんな印象を持っていますか？そうですね、本当に、まあ、いつの間にか現れた本当に世界のトップスプリンターに急激にこの5年ぐらいで上り詰めた選手だなって印象ですけど、そうですね、トレーニングの内容も本当に芯食った内容が多くて、 100m を速く走るためにはここをこう鍛えて、こういう能力を伸ばすのだっていう意思が明確なメニューをやってるなっていう、ただ与えられたメニューをなんとかこなしてるっていう、そういう印象が全くないですね。毎日 100m 走るためのどこかの何かの能力を鍛えて向上させてるっていう印象なので、まあ、ああいう練習をああいう取り組みできてる人っていうのは 100% 毎日タイム伸ばせると思うんで、うん、きちんと陸上できてるなっていうふうに感じます。はい、素晴らしいです。素晴らしいアスリートです。勝ちたかったら登録しとけ。